アメリカ合衆国国務省はアメリカの行政機関の一つ。外交政策を実施し、他国の外務省に相当する。長官及び副長官のもとに分野ごとに時間が配置され、さらに時間のもとに時間保が配置されている。国内だけで約5000人の職員がいる。2009年発足のバラク・オバマ政権から副長官が2人体制となり、1人が 外交政策全般をもう一人が将来の組織管理を担当することになった。国務省はアメリカ合衆国の外交政策の策定と実施に総合的な責任を持つ大統領に助言する。国務省は海外におけるアメリカ合衆国の権益を評価し、政策及び将来の活動について勧告し、規定の政策の実施に必要な措置を取る。また、 アメリカ合衆国と諸外国との間の連絡と関係を維持し、新しい国家や政府の承認について大統領に勧告し、外国との条約や協定の交渉を行い、国際連合その他の主要な国際機関でアメリカ合衆国の立場を代弁する。国務省は全世界250カ所以上に外交、領事機関を置いている。1999年に国務省は 軍備管理軍宿長と合衆国情報庁を同省の機構と任務に統合した。1788年、アメリカ合衆国憲法の制定により、合衆国大統領に外交の権限が付与された。1789年7月21日、合衆国上下両院は外務省の設立法案を可決。ジョージ・ワシントン大統領は7月27日これに署名し、 成立、外務省が新憲法下における初の連邦機関となった。同年9月、追加立法により証明を国務省に変更し、様々な内政の任務を割り当てた。合衆国造兵局の運営、合衆国国示の管理、統計調査などである。これらの内政任務の大半は、その後、19世紀に設立された他の省庁に引き継がれ、 外交に関する任務だけが残余した。現在では他国における外務省とほとんど変わらないが、外交のみならず通称や国家行事なども担当することがあり、通常の外務省よりもその干渉範囲は広い。また、国務省の長である国務長官はアメリカ合衆国政府の主席閣僚であり、大統領継承順位では副大統領、下院議長、 上院仮議長に次ぐ継承権を持つドナルド・トランプ政権下の国務省では人事が停滞した2019年の段階では上院の承認が必要な131のポストのうち中東や東アジアの外交担当を含む86のポストについては候補の指名すらしていない国務省職員の間ではレイオフの可能性についての批判や 組織の方向性に批判が出始めたため、2019年月8日、ジョン・ジェイ・サリバン副長官が職員との対話を行い、職員の間に広がる懸念の払拭を行った。国務長官は国務省の長であり、アメリカ合衆国大統領に直属し、助言する内閣の一員である。長官は部署全体と職員を組織し、管理する。職員オバマ政権下において、 国務省の75,547人の職員のうち13,855人が外交局職員であり、49,734人が主に海外で勤務する現地採用職員であり、1百1 7 1人が主に国内で勤務する公務員であることが国務省のウェブサイトに掲載された。その他の期間1996年の再編から国務省は アメリカ合衆国国際開発庁の管理者である。国際開発庁は独立機関を指導し、長官直属となっている。アメリカ合衆国国際連合大使も同様である。欠員2018年11月時点で41カ国の大使の職に任命された人物が上院により未だ承認されておらず、さらに18カ国の大使が未だ任命されていない。 2019年11月には世界中のアメリカ合衆国大使館のうち日本やロシア、カナダを含む4分の1は大使が不在となっている。ありがとうございます。